青のオーケストラ最終回新世界より視聴させていただきました。めちゃくちゃ良かったっすね、最終回。まあ、その前回の23話から定期演奏会が始まったんですけども、どういう風に描いていくかっていうと、まあ、演奏もね、がっつりやるんですけども、その楽曲の解釈を、キャラクターが、まあ、語ると。でもその解釈って、どういう解釈かっていうと、まあ、曲自体の解釈もあるんですけど、自分の人生を重ね合わせるんですよね。その、アキネちゃんも、自分の中学生時代、いじめられていて、で、まあ、音楽に出会って一歩踏み出せましたよねっていうところを、楽曲に重ねていくと。で、はるちゃんもはるちゃんで、まあ、人とのつながりですよね。お母さんとのつながりっていうところもそうですし、先輩とのつながり、そして今後入ってくるであろう後輩とのつながり、新しい芽が出てきますよねっていうところ、自分の人生を重ねていくんですよ。で、今回の新世界より最終回、いろんなものが重なっていくんですよね。みんなの人生が重なっていって、楽曲を、まあ、生み出していくというか、演奏していくという、もう素晴らしかったですよね。もう演奏も聞き込んでしまいましたし、もう、おのおのの人生がめちゃくちゃ素晴らしい。もう、佐伯くんからね、始まりまして、まあ、新しい世界に踏み込んでいって、一つ一つが、まあ、新しい経験なんだけれども、まあ、それを、まあ、飲み込んでいくというか、それも自分の中に入れていくっていうところも、まあ、素晴らしいなって思いながら、視聴しておりましたし、まあ、他の部員なんかをね、みんなが辞めていくと、バンバカバンバカ、辞めていく中で、新しい環境ででも新しい絆ができてっていうところも、まあ、素晴らしいなって思ったりもしますし、まあ、たった石部長だってね、部長ってめちゃくちゃ大変、あんな強豪校ですから、ね、強豪校海幕の部長なんてどうやらい大変だったと思いますけども、後悔してないだとか、もう本当にいろんな物語がある中で、やっぱ青野くんですよ。もう主人公なんで。青野くんのその人生観っていうのがやっぱ素晴らしくて、お父さんがね、不倫して、ね、なんかいろんなマスコミね、マスゴミどもが、うわー言ってやってきて、カシャカシャカシャーみたいな。ね、お父さんの音は嫌いやって言ってて、で、日常の音も嫌いやって言っていた中で、また、バイオリンを再開してね、アキネちゃんとの、出会いっていうところもあって、再開して、で、それがきっかけで好きなことをまた始められましたから、打ち込められていますから、日常の音っていうのが、スッと青野くんの中に入ってくるようになるんですよね。電車の音って3拍子だよね。アキネちゃんの足音って2拍子だよね。それはちょっと気持ち悪いなと思いましたけども、あ、その前2拍子だよね。いろんな音。要はもう日々の生活が音楽に入ってきてるっていうね。で、もうこの定期演奏会をね、見ていればわかると思うんですよ。音楽を奏でるっていう、素晴らしい音楽を奏でる。それは人生経験が必要やっていうことなんですよ。どんなことでもいいんですよね。ハンバーグ食べて美味しいっていう、その感情でも全然いいですし。まあそれこそ、いじめからの抜け出したとか、まあ人とのつながりだとかね、実際に大間さんに乗るだとか、いろんな人生経験がね、あるかと思います。生きていればね、なんだっていいんです。その小さい小さい人生経験の積み重ね、いろんな積み重ね、しかも合奏なんで、オーケストラっていうのはね、一人でやるんじゃないんですよ。合奏なんで、いろんな人たちの人生が積み重なって合奏が出来上がってるんだっていう。そこをやっぱ、青野くんが一番感じると思いますし、まあ、日々の、その音をね、人生の経験っていうのを合奏に乗せてるっていうところもそうなんですけども、もう第2話ですよね。まあ、アキネちゃんと出会ってね、なんか河原みたいなところでね、バイオリン弾くっていう素敵なお話でした。マジで第2話ね。そこで心つかまれたんですね。私は第2話青のオーケストラ見て、あ、この作品絶対面白いわって思ったんですけども、あの時って、まあ、いろんな音聞こえるんですよね。小鳥のさえずりだとか、電車の音だとか、いろんなものが聞こえる中で、バイオリンを演奏していく、好きなバイオリンを久しぶりに演奏できたっていう、まあ、素晴らしさっていうのもあるんですけど、その時って、親父の音は聞こえないっていう。お父さんの音は聞こえない。でも、他の音は聞こえるよねっていうところがある中で、もう最後の演奏って、お父さんの思い出も蘇ってるんですよ。ね、大間さんに乗っけてもらってて、実際の音を聞いてっていう経験っていうところが音楽に組み込まれていってる。お父さんの音も受け入れられてるんですよね。ここがもう、青野くんの素晴らしい成長なんですよ。まあ、それは、佐伯くんっていうね、もう特殊な関係ですけどもね、腹違いの兄弟に出会いまして、そういったところもね、あって、
ったりとかして、最近とぶつかってっていうところで、お父さんを受け入れていくというか、やっぱ、その関係、血のつながりとかそんなんじゃなくて、今の関係を大切にしていこうっていう、そういう成長もある中で、青野くんが前に進んだからこそ、お父さんのね、その、音っていうところも受け入れられて演奏できている。やっぱこれも、成長やし、でも、お父さんのその嫌な経験すらも人生経験なんですよね。まあ、そこも音楽に組み込んでいこうっていう、よかったですよ。新世界より。もうほんまによかった。ね、ほんまに、もう立石部長のさ、もう涙とか、いいやん、悔しい涙とか。で、立石と、ね、最後の演奏とか、そんなんでいいのかって悔しいじゃないですか、部長やのにね。部長やのにみんなの前で、そういう指摘をされる。まあ、部長だからこそっていうのはあるかもわからないけれども。でも、そんな厳しいことを言う先生やけども、誕生日を祝ってくれる優しさなんかも詰まっていたりだとか。うん。まあもういいね。いろんな人生というかね、あの演奏にいろんな人たちの思いとか人生とかが詰まっていて、青のオーケストラ素晴らしい最終回だったなと、本当に思いました。もう23話、24話の人の人生が乗っかった演奏っていうのは、こんなにも素晴らしいのかっていうね、ところを感じまして、本当に聞き込んでしまいました。本当に素晴らしい作品だったなって、思います。もう全体を通しても、もうストーリーは、本当に面白かったんですよ。オーケストラずっと面白かった。その青野くんを中心にしながら、いろんな人たちとね、関わりができていってて、ぶつかることもあるし、支えられることもあるしっていう、で、上下関係ね、先輩から助けられたとか、まあ、いろいろあったんですよ。人間の物語として。そんな中で、やっぱみんながしっかりと成長していくっていうのは感じ取れたし、素晴らしい物語を見せてくれたなっていうところを強く、感じている種でございます。非常に不遇な作品と言いますか、2023年春クールに青のオーケストラは始まったわけでございます。日曜日の17時放送ということで、水星の魔女と被ると、日語枠と被ると、ということで、全く話題にもならない、ずーっとツイッターのトレンドにも乗らないという不遇な扱いを受け、で、まあ盛り上がってきたかなと、思いきや甲子園で、まあ3週間、4週間くらい放送が延期になり、で、さらにその間に響けユーフォニアムというですね、まあ、同じ、まあ、オーケストラ部と吹奏楽部でまた違うんでしょうけれども、まあ、同じような題材の作品が上演されるということで、まあ、外部要因にボコボコにされるっていうところもありましたし、まあ、アニメーションの部分ですよね、なかなか、うまくいってないというかね、演奏シーンも CG でぎこちなさがね、あったりとかもしましたし、トメが多かったりだとか、そういった部分で、敬遠されるというかね、話は本当に面白いんですよ。オーケストラ。マジで素晴らしかったんですけども、そういった外部要因であったり、アニメーションの部分なんかで、不遇な扱いを受けていたと言っても過言ではないというか、まあ実際そうなんだと思うんですけどね、オーケストラ。私はそう思ってるんですけども、でも、面白かった。うん、私最終回まで、視聴した方であれば、すごく満足のいく作品になっていたんじゃないかなって思いますし、私は実際そう思ってるし、ということで、まあ、青のオーケストラ応援団長やーとかね、なんか、ようわからんことを言うて、ちょいちょい感想動画出させていただいておりましたけれども、いや、本当に青のオーケストラに出会えてよかったなと、まあ、心の底から思っている次第でございます。まあ、本当に視聴してね、最終回を視聴してもすぐに、もう動画撮っておりますので、まあ、そんなまとまったことはね、お話できていないかなと思うんですけども、まあ、青のオーケストラがマジで素晴らしかったという、まあ、この思いだけでも、この動画を視聴してくださった方に伝わっていればいいなと思いますし、まあ、一点だけ私の心の訴えを言うのであれば、この、まあ、青のオーケストラに限った話ではね、ないんですけども、まあ、青のオーケストラめちゃくちゃ言われてたんですよ。響けユーフォニアムの方が面白いだの、今年上映されましたブルージャイアントの方が熱いだの、わわやや言われてたんですよ。まあ、気持ちはわかるんですよ。先ほども私言いましたし、その響けユーフォニアムと題材が似てるみたいなことも言いましたから、その気持ちはわかるんですよね。比較するっていうのはわかるんですけども、青のオーケストラには青のオーケストラの良さがあるんですよ。めちゃくちゃ詰まってるんですよ。それは響けユーフォニアムには響けユーフォニアムの素晴らしさがあるし、ブルージャイアントにはブルージャイアントのね、素晴らしさがあるんですよ。この3作品、全部素晴らしいんですよ。全部素晴らしい。だからこそ、私はなんか、青のオーケストラは響けユーフォニアムよりもなとか、
ブルージャイアントよりもなとかじゃなくて、いや、あのオーケストラのここっていいんだよなっていう、そういう感想で生まれるようなね、世界に今後なっていければいいなと。別に青のオーケストラだけじゃなくてね、いろんなことで言われるじゃないですか、いろんな作品で。いや、この作品はこの作品と似ていて、どのこのとか、なんか、比較されることって多いかと思うんですけども、で、私は、その一つの作品に向き合った、なんか感想でね、世の中が生まればな、みたいな、そういう新世界が生まれればいいなと思っている次第でございますということで、以上で、終わりたいなと思います。私が、応援し続けた青のオーケストラ、なんと2期制作が決定したということで、嬉しい嬉しい嬉しいめちゃくちゃ嬉しいということで、まあ、いつになるかわかりませんけども、まあ、その青のオーケストラ2期が、放送される時まで、まあ、アニメ系 YouTuber として頑張ってですね、まあ、その日までにはもっと影響力をつけて、ね、第1期の頃はね、やっぱ全然力になれなかったと思っておりますので、第2期はもっともっと青のオーケストラを盛り上げたいと、あの聖夜が言うんやったら、まあ、青のオーケストラ見よっかなって、それぐらいの影響力が2期制作までにつけられればいいなと思っている人でございます。頑張っていきたいと思います。ということで、以上です。青のオーケストラの制作に携われた皆様、本当にお疲れ様でした。素晴らしい作品でございました。最初から見たよーって方はコメント欄で感想を教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめ動画どっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーラッキーみんなとお届けで。